アメリカでは緩やかながらも感染者数の増加が見られています。オミクロン株の新たな亜種への感染が警戒されています。アメリカでは感染力が強いとされるオミクロン株の亜種 BA2 が新規感染者の 86% を占めていると推定されています。そうした中、13日水曜日、ニューヨーク州の保健当局は、オミクロン株の2つの新たな亜種の感染が広がっていると発表しました。州の中部では、新規感染者の 90% を占めており、警戒を促しています。新たな亜種は、オミクロン株 BA2.12 と BA2.12.1 と呼ばれ、感染力が強いとされる BA2 よりさらに 25% 感染力が強いとみられています。これらの亜種はアメリカ国内の30州で確認されているほか、世界40カ国で確認されているということです。We don't know yet if it's more contagious or if potentially has the ability to evade the immune system. Either way, we know that they confer a growth advantage, which means that they're spreading rapidly in the community.全米の新規感染者数は26州で増加しており、入院患者数は11州で増加しています。一方、感染者数のデータに関しては、正確でない可能性が指摘されています。オミクロン株が流行していた時期には、1日に260万人が検査を受けていましたが、現在は1日に50万人で、専門家は実際にはより多くの感染者がいると見ています。政府関係者や議員などの間でも感染が広がっており、11日月曜日の段階で少なくとも24人の感染が確認されています。そのうち数人は2日にワシントン DC で行われた夕食会に参加していました。この夕食会では集団感染が発生しており、参加者のうち少なくとも80人の感染が確認されていますが、重症者はいないということです。The pandemic isn't over, right? We're still going to see cases of this virus spreading, and we have to continue to be vigilant. We have to continue to be careful. そうした中、11日月曜日、ペンシルベニア州フィラデルフィアは屋内施設でのマスク着用義務を再開すると発表しました。平均の新規感染者数は142人ではあるものの、過去10日間で 50% 以上増加しており、規制の再開に踏み切りました。18日から施行されます。I hope that our actions will slow the spread of COVID and help us avoid seeing our ERs once again get so crowded that people can't get timely care when they need it. コロンビア大学やジョン・ホプキンズ大学などいくつかの大学では屋内でのマスク着用義務を再開しています。また地下鉄、バス、旅客機など公共交通機関でのマスク着用義務が18日に期限を迎える予定でしたが、13日水曜日、CDC 疾病対策センターはこの規制を来月3日まで延長しました。